盒饭始まるよ。もういっぱい来てますね。数切れないくらい、はい、何回来てんだろうね。そうですね、でも中国のビールとかも美味しいですし。薄くないですか？うん、あのなんかそれが飲みやすい、すっきりして、もうあれは水みたいに飲めますね。あとはバイチューとか、うん、飲めるんです。バイチュー大好きで、そう、私たちの打ち上げといえば、はい、バイチュー絶対ある。はい、すごい。何度まで行けますか？50度、52、3度みたいなやつあったよね、うん、すごい、はい、美味しい、美味しい。まあ、中国のみんなに知ってもらったのは極楽浄土っていう曲で、その4文字にこだわっていたわけではないんですけど、まあ、その極楽浄土っていうタイトルが、その4文字の漢字が並んでるのがすごくインパクトがあって、世界の方がこうクリックして見たくなったっていうのを聞いて、なんだろうこれはっていうふうに、まあ、みんなの興味を引いたということで、まあ、そこから4文字熟語シリーズみたいな感じで作るようになりました。はい、中国のみんなに本当にとにかくたくさんこう私たちの曲を聴いてもらえるようになって、ワンマンライブができるということで、その感謝の気持ちを込めて、あの中国を題材にした曲を一曲作りたいねっていうので、書いたのが桃源連歌だったので、もうその楽器、使う楽器だったりとか衣装もチャイナドレス風だったりとかで、歌詞の中にワイニーとか中国の歌詞を取り入れたりとか、するようにして作ったんですよね。楽器で2個入れたり、うんうんうん、することはありますか？あります、あります。あります、はい、正直ですね、はい、例えばどういうところ。僕が作った曲が結構あの優しいイメージの曲だったりしたんですけど、曲を渡して戻って、歌詞がついて戻ってきたらすごく悲しい曲になっているこれはどういうことなんだみたいなことはあったりします、ね、うん、そうね、納得できなかった場合は、うん、そのもう一回考え直してくれって言われるんですけど、歌がいい感じだったら、そうみたいになったら、じゃあ悲しい曲にアレンジを変えたりとか、そう逆にそのあ曲の方を変えて悲しい風にすると、はい、あのこういう風に踊りたいなとか、こういう風に歌いたいなって思う人の真似からやっぱり入ることがすごく大事なので、よくいっぱい研究して自分の動きも撮ってみて、であのどうしたら近くなるかみたいなのをどんどんこう調整しながら作っていくのがきっと一番上手くなると思います。努力することですね、もうかなりでもまあ練習しないと上手くならないので、絶対絶対なんかもう簡単にポーンと上手くなるコツなんていうのは絶対ありません。そうですよね、時間がかかります。はい、徳さんは隣でずっと見てて踊ってみたいとかってありますか？まあ僕は作る方でいいか。はい、わ、はい、かりました。今日も忙しい中ありがとうありがとうございました。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録お願いいたします。